キャッチャーとしてのスローイングはそれ以上もそれ以下もいらないんだよ。きちんと立つ、きちんとしゃがむっていうことを一番やんなきゃいけないポジションだからこそ伝統が大切なんだよっていいキャッチャーは洋の東大問わずいいバッターが多い。今回はですね、オフシーズン企画としてですね、高校球児の皆様のためにですね、テクニカル的な動画企画をですね、お送りしたいと思います。翔先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いてちょっとキャッチャーについて、お伺いしたいなと思ってて、キャッチャーは取る役割もあれば、スローイングの役割もいろいろあると思うんですけど、キャッチングもそこのいわゆる基本的なところを理解していれば、キャッチャーが良くなったりピッチャーからすれば投げやすい、そういうことですよね。で、キャッチャーっていうのは、一人だけしゃがんでいるポジションなんですよね。ですから、これも前段にお話しした、立ってる状態のグローブを持ってピッチャーのボールを取るぞと思ったところから、一人だけ体の力を抜いてこうやってしゃがんじゃうっていうのは一人だけくつろいでる状態なんですよ。だから絶対にこういうところのコントロールできなくなっちゃうんです、でだからきちんと立つ、きちんとしゃがむっていうことを、一番やんなきゃいけないポジション、昭和のね名キャッチャーと言われた V9 っていうね、巨人っていうのが9年連続日本一を達成した時の、不動のキャッチャーと言われた森さんという方がおられたりね、もう当然殿堂入りされた、多くの名選手を生んだ指導者としても優れている野村監督だね、野村さんにしても、そういう昭和の名キャッチャーと言われた人たちの基本は、きちんとしゃがんでボールを取ったらきちんと立って返球しなさいっていうのがキャッチングの基本、要するに適当に力抜いてしゃがんで取って適当に返すなよ。相手がピッチャーで頑張るんだったら自分もスクワットと同じ感覚でいるとこう自動的につくんです。なるほら、でこれが同じ形なんだよ。だけど力抜いちゃうとつかないんですよ。これでこの範囲も狭くなっちゃう、だからこうね、そういうこと、あとはこう膝をつくにしても何にしてもくつろいでこうやってやっちゃうとこれさらにこうつかないんですこれ。じゃない、ちゃんとしゃがんでさ、バッティングと同じこういう形だったらこれ完全につくでしょ、まずは、一球一球しんどくてもきちんとしゃがむ練習をする。だスクワットとかっていうことをきちんとしなきゃいけない。それをこんなことで筋肉をパンパンに張らしても、こんなことやってやったって取らないですからね、だからミットが見やすいっていうのもこうやってたら見えにくいんですよ。きちんとしゃがんで体を作ってあげて自分の胸の前にちゃんと入れてあげること。で外に逃げたとしてもこうやって入ってる分には自分の体の正面で取れてこれればここで引っかかったものはそのまま投げたりできるでしょ、だから基本的にはポジションだから、何が強烈って言ったら毎回毎回立ったりしゃがんだりしなきゃいけない、そういうポジション、で取ってこうやってる間にランナーはさらに進んじゃうんだよ走者は、盗塁阻止率が高いってことは、ミットを動かさないで自分が投げるところまでボールの入れ替えまで出せなきゃいけないの。でどうだ、しっかりとしゃがんで構えてでミットを動かさないでボールの入れ替えができて無駄なことを一切させないためにキャッチャーこそがこの体幹という体の動かし方を身につけられている人がいい。あ、そうなんですね。でそういうことがいいキャッチャーは洋の東大問わずいいバッターが多い、キャッチャーっていうポジションは、そのなんていうんだろうな、そうやって労力がすごく高い、だからここの使い方が上手い人は今度はミットとボールを動かさない分バットも動かさないでそのまま出せるんでいいバッターが増えていくんだよっていうこと。あ、すごい。キャッチャー そのキャッチングの練習でやっぱそこまで意識してるのはあまり見たことが、だったら練習だとしたら、ボールを、
ボールを、ね、ミットに入れて、インローならインローのところに入れて、うん、一番自分の動かしやすいポジションに入って、でここから、ね、ここからどんなステップをしたら一発で投げれるのかっていうことを練習した方がキャッチングとスローイングが同時にうまくなったりする。だからそこがブルペンキャッチャーと、ね、はい、いわゆるレギュラーキャッチャーの違いはそこに出てくるんです。結構海外メジャーによってそのキャッチングのあれ仕様がいわゆるフレーミングっていう言葉が出てきたと思うんですけど、うんうんうん、でももともと昭和の方がそういったことをやっぱり継承してやれば、だから、まあね、前段にこれも言ったでしょ、カタカナ英語が来たからみんなありがたがるけど、はい、それも日本語でちゃんと喋ったら今の喋ってる内容で全部喋ってるでしょ。そうですね。そんな新しいことなんかそうそうない、はい、人間のやることなので、はあ、なるほど。だからこそ伝統が大切なんだよって言ってた。あとすいません、キャッチャーのスローイングで今、うん、高校生に聞くと、うん、今日本のキャッチャーって甲斐選手が、うん、あと小林選手が非常に有名なんですけど、うん、甲斐選手と小林選手のスローイングの仕方ってちょっとタイプが違って、うん、甲斐選手は結構前に足出して投げる、うん、で小林さんは結構体をいわゆるそんなに出さないで投げるみたいな、うん、なんか結構見て、うん、自分に合う合わないやってますって言うんですけど、これ結構スローイングも結構タイプ違うんですか。だから例えばですよ、はい、A タイプというね、つま先重心の人たちっていうのは、はい、要は、うん、こう前にこうやった時に、ね、投げる時に後ろ足を引いたこう前足できちんと体が動かせるタイプの人、ね、はい、なので上げた足と同時にこの膝の上に自分の体が乗っちゃえばそこからバランって回れるんで、ね、ですから投げようと思ったら後ろ足引けば投げれるんです。で B タイプの人っていうのは、ね、後ろ足に作ったものを前に運んでいって投げなきゃいけないので、はい、いきなり前に行くとつんのめって投げれなくなっちゃうので、はい、ね、ですから取ったらこの足で出ながらボールの入れ替えをしてここで投げるっていう形になるので、甲斐選手は B タイプだなってことが分かるっていう、それだけの話です。そうですよね。だから無駄なことをしないで、はい、ボールのやり取りを自分の胸の前で行って投げようと思えば自分のステップに変わってになるので、はい、いちいち気にしない。で自分が投げやすくなったと思った時に、はい、プロの人たちのお手本をよく見て真似すればいい、それだけの話。自分ができないことを、ね、やってもやりにくくて自然になってるものを、そこは自然になってるものなので、はい、後から作ったらできなくなるから、あ、俺は前足派なんだなと思ったら、はい、もしくは取ったまんまくるんと回れるタイプがあるから、はい、こうやって固定練習させられたりするのも、はい、合わない人の方が4分の3あるわけです。あ、なるほど、うん、だからそういう部分的に切り、ね、部分的に動作を切り取る練習よりは、はい、常に自分の、ね、両手にボールを持って無駄なことをしない、時間を短縮させるっていうこと、はい、それが素早いということなんですよ、はい、でその早いの感じに引っかかって早く動くと思ってクイックネスっていう言い方をしてしまうから騙されるんですよ。早く見えるが正解で、早くしてるわけじゃない、はい、取ってここだけ早くしようとしたら逆に言うと、ね、投げられる方はとっても困る、いきなりパッて投げられるのと同じなんですよ。 そんなチームプレーじゃないでしょ、はい、だからそういうことが含まった時に、ね、人間の動作って動き出しと同じ速度でしか動けないので、だからキャッチングっていうのもそういうふうに考えたときに、はい、ね、無駄なことを常に、さっきやったみたいに自分の胸の前に常にボールがあってミットとグローブがあって、でこれが早くここに入れ替わる人もいれば自分の抱き込んで投げなきゃいけない人もいるの、はい、だからそういうふうに考えて、ね、自分の体だと、ね、自分のベストフォームをそうやって見つけていくこと、でこんな感じかなと思ったら、はい、それに近い人のフォームを検索して真似すれば、はんだりと真似していくと、はい、もっと無駄じゃなくなる動きが獲得できるかもしれないし、はい、できてるから、あ、俺この人と同じようにやってるわって言って、はい、うん、もうそれは真似ができてるわけですから、はい、ね、あ、俺プロと同じだわと思えばいいだけの話です、はい、それを磨きをかければいいわけだよねっていうふうに考えてくれるといいかなと思います。キャッチャーの方は肩の強さじゃなくて自分の投げやすいところを理解してるか
どうかっていう感じで、それが結局、はい、肩が強いっていう言い方も、はい、何が強いか分かってないでしょって。そうですね。なんかいい、みんながキャッチャーでスローイング速いとか、うん、なんか低いボールで、はい、二塁ベースの手前にスポットで投げれると肩が強いって言われてるだけの話でしょ、はい、でコントロールがいいだけですよ、はい、無駄なことをしないでコントロールがいいだけの話。それを肩が強いっていうワードにすげ替えられてイメージワードになっちゃったから、はい、肩なんか遠投ができないと俺なんか肩弱いんだなと思ってるかもしれないけど、はい、違いますよ、はい、あのホームベースから、ね、二塁ベースまでの距離を低く無駄のない動作の中でベースの上にちゃんと投げれればキャッチャーとしてのスローイングはそれ以上もそれ以下もいらないんだよ。あ、言うとやっぱキャッチャーは一番その体の特性を理解してる頭脳がある子が一番向いてる。そう、しなやかな子だからチームの要って言われるようになるんです。そうすると今度はもうそういうところに行けると今度は、ね、ランナーの動きをジョーッとこうやってつぶさに見る癖がつくようになるんです。だから意外にね一塁牽制のうまいキャッチャーっていうのは少ないのよ。あ、なぜかったらここが硬いから胸がキャッチャーに向いてこうやって投げるのを投げにくいでしょ。でそれがこういうところがうまいとこうやって入れられるわけだよね、はい、だから僕なんかは一塁牽制をちゃんと投げれる練習っていうのをさせると二塁の送球は阻止率が上がるっていうのを昔やったことがあります。指導したことがある。はあ、そうなんですね。で相手からすれば試合中に1球か2球ぐらい嫌のような一塁牽制がキャッチャーから出てればランナーのリード取れなくなるのよ。そうですね。それから本番で投げなくてもいいのよ。ボール回しの時とかにバーンって投げとくと、はい、それだけでちょっとやばいぞのキャッチャーってなるの、はい、それだけです。だから体が使えるっていうことはそういうことだよってこと。そうすると、ね、送りバントの時のボールを取った時のステップで一塁にちゃんときれいに投げる、ランナーと交差しないで投げれる、で三塁側にとってタッチプレーにさせやすいボールを投げる、そういうことがきちんとできるようになりますよっていう。